2008年の北京パラリンピックからの外線パレードに参加したリー・ピアソンリー・ピアソンはイギリスの馬術競技選手イギリス代表選手として2019年時点で5回のパラリンピックに出場し11個の金メダルを獲得したパラリンピックに大陸別の大会や世界選手権大会を含めると合計で30個以上の金メダルを手にしているピアソンには 先天的に多発性関節公式症がある。1980年に当時の首相マーガレット・サッチャーがダウニング街10番地こと首相官邸にピアソンを抱きかかえて招き入れ勇気のある子供賞を授与した。ピアソンは1996年のアトランタオリンピックを見てやる気になりプロフェッショナルな馬術選手になることに決めた。続く2000年から2016年までの5回の パラリンピックにバババ術、フリースタイルドレッサージュ、バババ術団体で出場し、多数のメダルを得た。ピアソンは2012年のロンドンパラリンピックでフリースタイルで優勝を逃したことについて、イギリス人審判が非常に厳しい採点をしたと述べ、次回大会では別の馬で出場するとした。ピアソンはスタフォードシャーに自身の練習用ババを持ち、 イギリス各地で乗馬を教えている。ありがとうございます。